はい、どうもやってまいりました。コマン TV コマンです。2本撮りでございます。3本撮りかな。結構旅撮りすること多いんで、今回は前回話したデール・カーネギーの本で僕が響いた言葉を皆さんにご紹介したいと思います。まあ、結構聞いて、ああわかるっていう言葉がねたくさんありますよ。ほんとね、勉強になるんだよねこの本は。まあ、パッパパッパ説明しますわ。批判するだけでは永続的な効果は期待できない。むしろ相手の反感を買う、意欲を削ぐ。いいことをした時に褒美をやると効果的。人がある事柄に否定した時、まず共感すること。その後接続詞を入れ、それをすることでこんなメリットがあるということを話す。こんな話もあったんだよね。気分が乗ったらやってみるのもいいかもね、と意見を押し付けない伝え方をするのはベスト。ダメな人間ほど自分のことは棚に上げて人のことを言いたがる。うんうん、わかるわかる。人を非難するのはちょうど天に向かって唾をするようなもの。必ず我が身に返ってくる。これ響かない。なるほどなって思った。他人の欠点を改善させようとする気持ちは確かに立派であり、称賛に値する。だがなぜまず自分の欠点を改めにかからないのか。うんうんうん、そっちの方がよほど得であり危険が少ない。わかる。なんかね、俺の前回働いてた会社の上司が、人事部の人かなが言ってたんだけど、人は変わらないからって言われたんだよ。はっと思って、人って結構いろいろ言われて変わってんじゃんとか思うんだけど、でも人は変わらないから。じゃあどうすればいいか。自分が変わるしかないんだよね。自分が変われば勝手に相手も変わってくれるからっていう風なね発言を僕言われたわけですよ。おーってなって、深いってなったんだよね。人の熱意を呼び起こすには、他人の長所を伸ばすために褒めることと励ますことが何よりの方法だ。あとは、上司から叱られることほど向上心を害するものはない。賛辞を与えようと。ウィーンの再会という有名な劇で主役を演じた名優アルフレッド・ラントも、私に最も必要な栄養物は自己評価を高めてくれる言葉だと言っている。なるほどねーみたいな。人の気持ちを傷つけることで人間を変えることは絶対にできず、全く無益である。その人らしさを十分理解することは不可能である。その人らしさの源は生きてきた環境、人との関係性、想像や体験などによって培われた価値観。命令ではなく暗示を与える。失敗によって学ばさせる。こう考えたらどうだろう、これでうまくいくだろうか、などといった具合に相手の意見を求める。ここのところはこういう言い方をすればもっと良くなるかもしれないが、どうだろう。自主的に仕事をやらせる機会を与えた。こうすることで相手の自尊心を傷つけず、重要感を与えてやることにもなり、協力の気持ちを起こさせる。押し付けがましい命令は後にしこりを残す。ふうふうふう。命令を質問の形に変えると気持ちよく受け入れられるばかりか、相手に創造性を発揮させることもある。もっと他にもデール・カーネギーさんの素晴らしい会話っていうのがもうたくさんその本に書かれてるんで、もうぜひ興味を持った方はその人を動かすデール・カーネギーさんの本を購入してみてはいかがでしょうか。いや結構ねこの本好きなんだよね。うん、いろんないい言葉あったでしょ今。俺がねこうピックアップしてメモ帳、携帯のメモ帳にね毎回こう書いてるんですよね。それではまた、グッバイ、See you、 風には気をつけて、あと女にもね。